年代別サッカー日本代表最新ニュース韓国。リアモ・ショさんサ,サッカー U23 日本代表は現地時。19日、AFCU23 アジアカップケンパリ五輪アジア最終予。グループ B 第2節で U23UAE 代表と対戦した。試合は例で U23 日本代表が勝利し、グループリーグ突破。決めている .UAE に干渉した日本を韓国メディア。 ゴーニュースも称賛している。U23 日本代表はダゾーンで。4、通常より1270円お得に見るなら DMM× ダゾーン放題 PR 日。は27分に木村誠二のゴールで先制に成功する。半アディショナルタイム、AT には川崎壮太がペ。ルティエリア内で倒され、PK の判定となるも、VAR の。ニューにより PK は認めらなかった。 これには同目で。あも、PK のように見えたが、VAR でのチェック後に取り。消されたと言及した。さらに、63分には大畑歩夢。グラウンダーのクロスに荒木亮太郎が飛び。で、ゴールネットを揺らすが、これも VAR の判定。よりオフサイドの判定 .VAR に泣かされ、嫌な流れ。だが、66分に川崎が正真正銘のゴール。 追加点決めた日本が2例の勝利を収めた。同メディア。2度の VAR 判定について、日本は VAR により2点追加する。ヤンスが亡くなったことの失望を飲み込む。と表現、また、日本は UAE を圧倒したと称賛し、主。党を浴びせたが、さらなる追加点とはならない。だとしている。日本は22日にグループ首位突。 をかけて韓国と対戦する日本は3連勝して、両。流れで決勝トーナメントに進みたいところ。関連記事英国人が見た U23UAE 戦、何これ笑い細山。は、アンビリーバブルサッカー U23 日本代表、全。よかった。MVP は、U23UAE 戦どこよりも早い採点パリゴ。 サッカー U23 日本代表メンバーを予想スタメアンドフォーメーションは両 AFCU23 アジアカップ 2024AFCU23A ア,アカップカタール 2024U23 アジアカップ U23 アジア U23 日本代表 U23 韓国代表 U23 日本代表オリンピックコラムサッカー U 23日本代表サッカー日本代ニュースパリオリンピックパリ五輪五輪代大岩郷日本日本代表韓国